いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、ポケモンスカバエの値段は高いということで、ポケモンスカバエの値段の方がね、公開されたので、されたのでかなんか、まあ、刺されたみたいになってるけどね、されたので、値段に関してはね、他の作品などと比較してみたので、ちょっとね、購入の際にね、参考にしてくださいということで、ちょっとね、動画撮ってみましたということで、もしよかったらね、参考にしてください。では今後もね、ポケモンの速報情報メインで、情報チャンネル、ポケモンのね、情報チャンネルとしてガンガンね、動画を上げていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。比較的ね、最近始めたというか、ポケモンスカバエの情報が出だしてね、どんどんね、公開してるので、まだまだね、若いチャンネル作ってね、まあそんなに時間が経ってないチャンネルということで、チャンネル登録者数ね、今ね、10人ぐらいしかおりません。結構ね、動画再生されておりますので、まあぜひね、面白かったとか、まあ応援していくよっていう人ね、いたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょうか。ポケモンスカバエの値段ということで、作品間での値段の変更なしでパッケージ版がね6578円、ダウンロード版が6500円となっております。ダウンロード版の方がね一応安いけどね、パッケージとダウンロードでこれ78円しか変わらないっていうのがねちょっと気になるよね。パッケージ用意、あれ78円で作ってんのかな、パッケージソフトの本体、安、コスパは安くないというわけで、ダウンロード版がね、高いだけだと思うんですけど、まあ、ここはね、正直ポケモンね、強気で出てるなと思います。で、またね、ダウンロード版の方がお金として使えるポイントの付与率も高いので、ここら辺の調整としてもしかして、ダウンロード版がね、高いのかもしれません。じゃあ、近年のね、ポケモン作品、まずはね、ポケモンということで、ポケモン同士で値段比較していきましょうということで、スカレットバイオってね、6500円です。ダウンロード版での話となります。レジェンズアルセウス、一番直近のね、ポケモン6500円。ソードシールド5980円。ダイパリメイク5980円。レッツピカブイ5980円ということで、あんまり値段変わんないですね。で、こちらなんですけどね、私のね、概要欄の方に貼ってるポケモン雑学班というチャンネルで、ポケモンのね、ソフトの値段ランキング動画とかもね、上げておりますので、まあ、小ネタ系のチャンネル、情報系のチャンネルとはね、別で、ランキングとか、まとめとかのチャンネルになるんですけどね。よし、もう買ったらこちらのチャンネルも見ていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録も嬉しいです。となります。で、そちらのね、動画でも話してるんですけどね、スイッチ移行後ですね、ここで値段がね、バンと上がって、で、そこからね、さらに、まあ、徐々に値上がりしが進んでる状況となっております。まあ一応、レジェンズアルセウスを超えない値段にしてくれたのは、頑張ってくれてるのかな。と思います。で、ポケモン以外、他作品とのね、値段比較ということで、ちょっとね、ゼルダの伝説、ブレイズ・オブ・ザ・ワールド2がね、出るよって言われてて、まあ、延期になったんですけど、ね、結局。まあ、こちら、7678円。まあ、結構ね、前の作品なんですけど、高いね。で、ゼノブレイド2、8000円すんのあれ。8778円。というわけで。まあ、ちょっとね、ボリュームが2作品ともかなりでかい作品をね、あえて引っ張ってきております。なんで、ボリュームがでかい分やっぱり値段高くなるよねとか。ゼノブレード2とかマジ長かったからね。ブレイズ・オブ・ザ・ワールドはね、ちょっとやってないんですけどね。2が出るまでやりたいなとは思っております。まあ、なんで、ここら辺と比べると、安いのかもしれないけど、まあ、ポケモンっていうより、ソフト時代の値上がりがすごい上がってるんだよね。上がってますよね。で、ポケモンのね、ダブルパック、知ってますか？これなんですけどね、ポケモンはダブルパックという2つのソフトを一度に買えるセットが販売されることがあります。ダブルパックはパッケージ版のみの販売なので、個別にソフトを買った時と、値段は変わらないですが、ダブルパック限定の特典がつきますということで、え、お前らソフトそんな2本も買わないだろ。いやいや、特典つくから売れるんですよ。というわけでね、最近のポケモンのね、ダブルパックの値段比較、およびもうスカバエのね、ダブルパックの値段、予定来ております。こちらね、13,156円。はい、全部一緒です。ということで、逆に言うと、ソード&シールド、ダイパリメイクの方が高いのかな。なんで、パッケージ版のソフト価格がね、6,578円なので、2つ買った時、まあ、2倍にした価格と変わらないので、安くはなってないです。なので、特典付きってなったら最終的には美味しいのかも、まあ嬉しいのかもしれませんけど、基本的にはね、こちら特典狙いでの購入。まあそこで値上げしてくれてない、値上げしてないのは嬉しいのかな。というわけでね、ちょっと特典との情報来たらね、またまとめていきたいと思います。お、ちょっと待って、早い早い。
スカバエのね、有料ダウンロードコンテンツはいくらになるということで、ポケモンね、有料ダウンロードコンテンツきます。ソードシールドの有料ダウンロードコンテンツのね、価格を考えるとね、3000円前後になるのかな。ここはね、ちょっとわかんない。多分ね、まあ多分ですよ。ソフトが売れて、そっからね、追加ダウンロードコンテンツ、どれぐらい作るか、っていうのが始まると思うんですよね。で今回スカバエなんでね、どうだろう。で、ポケモンをね、含めた任天堂のゲームの有料ダウンロードコンテンツは、一度ね、有料ダウンロードコンテンツを購入したらね、その後の追加要素がね、すべて遊べる。ってなっております。で、他社に関してはね、個別で、まあ、コツコツ販売したりとかなんですけどね、任天堂は、まあ、1個のダウンロード、有料ダウンロードコンテンツが高いけど、3000円ってどうなのっていうと、有料ダウンロードコンテンツとしては高いけど、まあ、ガンガンアップデート、どんどんアップデートしてくれるからこそ美味しくなる。なんでね、どっちがいいんでしょうね。まあ、ポケモンスカバイって言ったら、ねえ、まあ、例えばね、ちょっとめちゃめちゃ違うゲームで申し訳ないんですけど、コールオブビューティー、ねえ、もうねえ、とか、バトルフィールド、うん、でなるじゃん。ねえ、そんなよりもポケモンスカバイって大丈夫、安定してるから。それなりの追加ダウンロードコンテンツ、ね、有料ダウンロードコンテンツ来てくれると思うので、安心して買いやすいかな、まだ。で、マイナーチェンジ版はね、3DS 時代でも5000円近くしたので、有料ダウンロードの方がね、有料ダウンロードコンテンツの方が一応ね、安く、トータル的にはね、安くなっております。まあ、3000円から、ちょっと値上がりしそうだけどね、4500円までワンチャンいくかもしれない。まあでもね、そこはね、任天堂抑えてくれると信じております。で、他作品のね、有料ダウンロードコンテンツ、こちらね、まあ、せっかくなんでね、ゼルダとね、ゼノブレード持ってきました。で、ゼルダの方はちょっとやってないのでね、知ったかできないんですけど、ゼノブレードの方はね、追加ダウンロードコンテンツっていうよりも、一つの作品みたいな形で来てます。黄金のシーラ。ノーラだったっけ？ノーラだったっけ？ね、一応過去の話ということで。これもね、結構ね、ボリューム、18時間ぐらいのボリュームあるので、値段もね、まあ、他作品で3056円、高いっちゃ高いんですけどね、納得するボリュームになってるので、嬉しいかな。まあ、なんで、有料ダウンロードコンテンツが本体の値段をね、さすがに超えては来ないよね。というわけでこちらもね、楽しみに待ちましょう。ではね、まとめといたしまして、ゲームの進化とともにソフトもね、年々高くなっております。やっぱりね、時代の進化の嬉しさと悲しさかな。昔に比べてね、ゲームをする環境、まあ、ポリゴンとかシステムとか、容量とかめちゃめちゃね、良くなっていて、まあ、より面白い、より楽しめるゲームをね、味わえるようになっていますが、反面ね、ゲームをするためのコスト、本体代とか、ソフト代とか、ね、コスト面上がってる。これに関してはね、何とも言えない難しさですね。で、その中でもね、ポケモンはね、まだまだ頑張ってるのかなっていう印象ですね。で、一応ポケモンってね、まあ、ガチガチのハイエンド PC ね、組むようなユーザー向けじゃないじゃないですか。一応ね、子供向けから、レート戦結構大人がやってるイメージですけどね。っていう風なゲームなので、値段も一応意識してくれてるのかな。まあ、頑張ってくれてるのかもしれませんね。まあ、なので、今作に関しては6500。まあ、ちょっと高いかなって感じたのは、ポケモンっていうやっぱブランド。だからなのかな。ゼノブレード9000円。まあまあまあ。ね、ゼルタ7000円。まあ最近のスイッチのソフト上がったよねって思っちゃうけど、ポケモンだとね、なぜか高く感じちゃうのが、面白いよね。というわけでね、今回の動画内容としては以上となります。今後もね、ポケモン動画ガンガン上げていきたいと思いますので、ぜひここまで聞いた人はね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、スカバエ楽しみに待ちましょう。